おい、聞こえるか？雨の音だ。きっと外で雨が降ってるんだ。このはしごを登って扉を開ければ監視塔の中に潜り込めるぞ。油断は禁物よ。ちょっと見せて。ミールたちはうまくやってくれたか？おお、よし、これでこの鉄門を押し開けられる。し、喜ぶのはまだ早いわ。まだ外に出られていないのよ。一人ずつ静かにね。何にも触れないように気をつけて。警備員たちはおそらく全員2階にいるんだ。早くここを離れよう。緊張するなよ、フェルティ。今はまだ喜ぶ時じゃないよ。ここを出て本当の空気を胸いっぱいに吸い込んだ時、外でたんまり飲み食いをした時、おのおのが自分の国へ帰れた時、震えるほど幸せな生活が僕たちを待ってるんだ。うん、さあ一緒に扉を開けよう。自由が我らと共にありますように。行くぞ、フェルティ。早くおいで。万歳、自由万歳。ベルティ、タイムキーパーになりたいですか？チェックメイト。ベルティがストームに。
いいえ、単なる悪い夢よね。あまりにも明瞭な夢だった。長い間彼女たちに会えていないからかしら。ベルティは一番初めに去っていった。レディー Z と私たちの所属問題を相談すると言って、それっきり消息がないわ。はい、これが私の書いた背景レポートです。そしてサザビ、正体のおかげで彼女は嬉しそうにしていた。慌ただしく別れを告げたせいで、大切にしていたぬいぐるみをカーペットに落としていってしまった。こちらはサザビ。優良な教育を受けてきた伝統的なアルカニスト一族出身の淑女です。彼女は裕福な環境で成長していて、一族は世界各地で特殊な影響力を持っています。それと社会的な常識や科学技術の知識に少し疎いので、無理して同調させようとしない方がいいかもしれません。サザビーと比べたらミスターアップルはあまり潔く正体を受け入れてなかったわ。ここから去るとき顔色が青ざめていたもの。ミスターアップル、謙虚に見える姿の裏に物事を客観視できる鋭さがあります。彼は博学で、私たちが集めた歴史情報について興味深い経験や見解を提供してくれる存在です。私が知る限り、彼はレグルスが財団に加入せざるを得なかったことについて不満に思っています。ですが財団はレグルスを心から受け入れてはいません。彼女は財団メンバーが受けるべき教育と訓練をしてこなかった。彼女が今持つ烙印は財団の中ではあまりにも鮮やかな旗かもしれません。この旗が加入したおかげで財団内部では新しい論争が発生、そして派閥間の矛盾はより明確なものとなりました。派閥？財団に派閥など存在しないわ。唯一不変な目標があるだけよ。それについてはあなたが一番よく分かっているはずでしょう。でも矛盾は変わらず存在しています。そしてどんどん激しくなっています。人間至上主義を推奨する団体は財団の信仰を分断しようとしています。ここ数年あなたは時間を観測していただけではないようね。これらの矛盾はもう紙切れに書かれた規定で隠せませんよ、レディー Z。ストームはもう8年も続いています。元の場所にとどまったままの者たちはずっと影響を受けています。人間の科学技術は後退しているのに、アルカナムはどんどん繁栄しています。予期せぬ最初のストームのせいで財団は多くのエリートメンバーを失いました。現在に至っても教諭員と委員会の在職者数はかつての規模に戻せていません。マヌス・ベンデッタと対抗するため私たちは外部からアルカニストを吸収し続けてきた。そして財団内部からの抗議の声はどんどん大きくなっています。そして揺らぐことのない新しい団体、人間党となり果てました。彼らは制御が効かない新しい力に恐れています。有無を言わさぬ決定権を要求すると同時に、アルカニストたちにより強制的で厳密な管理をすべきだと主張しています。
私は友人たちがこの争いの犠牲になるのは嫌なんです。そう、4年前の出来事のように。だからアルカニストたちの背景分析レポートを交渉の証として持ってきたと。何が欲しいの、ベルティ？中立で安全で合法が約束されている立場です。私も人間党の一員という心配はないのかしら。あなたの立場は分かりません。ただあなたが求めている未来に派閥闘争の末にシステムが崩壊してしまう結末はないと信じています。それについてはあの雨が降った夜に答えは出ていますから。あなたの目はあのチェスゲームの参加者じゃなかった。資料はもらっておくわ。少し時間をちょうだい。どんな結果になろうと感謝します。代表者マークのオフィスにつないで。やあ、ベルティ。こんにちは。友達がリハビリセンターで待ってるよ。メスメル、覚えてるかな。積もる話もあるようだし、さあさあ行こうか。ミス・ドルービス、あなたの答えを待っていますよ。今となって私は招待される最後の客人となったわけね。ミス・ドルービス、まだためらいがあるのですか。私の友人たちはいつ戻ってきますか。彼らは私どもと同じくスーツケースの外で待っております。面談の機会をいただければ、その時にお会いできると思います。少々お待ちを。あの、ここは？図書館。警戒心を解く場所です。信頼があるからこそ、人々は協力関係になれる。そうは思いませんか？でも、まだあなたの名前を知らないわ。
コンスタンティンと申します。財団連合委員会の副会長です。財団を代表し、あなたを心より歓迎します。この書類は数日前にスーツケースの中に送られました。中身は確認していますね。そろそろ答えは出せそうですか、ミス・ウェアハウザー。それは私とサザビアップルを財団に加入させることについてかしら。その件についてはベルティと相談がしたいわ。妥当な結論を出せるよう。財団についてあまりにも知らないことが多いわ。現状からして個人的に組織に加入するつもりはないの。ということは、私の提案に対しどちらかというと反対であると。申し訳ないわ。ベルティにはいろいろよくしてもらったし、ストームからも救ってくれたの。彼女の意見なくしてこの招待を受け入れることはできない。他の人の代わりになって決められないわ。いいでしょう。これはあなたたち、偶然にも、そしてむしろ幸運にも、29年のストームから逃れ財団に避難しているウェアハウザー、サザビー、アップルです。そしてあなたたちと財団をつなげているのは、真ん中にいる命の危険を冒してまでさまようアルカニストと人間を救出している財団調査員たちです。ベルティもそのうちの一人。大会の一滴に過ぎない。ベルティは確かにあなたたちと財団をつなぐ鍵です。ですが、あなたたちに永久的な庇護を与えられるのは、財団という歴史が長く権威があり安定した巨大な存在だということを忘れないでほしい。財団の物資、人材、技術がなければ、いくらベルティであっても歴史の大波に立ち向かうことは難しく、ましてや他の者たちは果てしない時の流れの中でもがき苦しむ運命にあるのです。その両目でちゃんと見てください。私たちこそがあなたが頼るべき存在なのです。まだベルティと相談がしたいのですか？彼女は我々の治療を受けています。あなたが決心をするまで彼女は戻ってきません。会談が終わった後、スーツケースは研究用に回収します。拠点としてよりふさわしい部屋をご用意しましょう。明日レディ・ゼットが財団内部を案内します。彼女と共に財団について理解を深め、友人とも相談してみんなに有益な決定をしてください。あなたの答えを引き続き待ちます。ですが、あまり長く待たせないでください。
ええ、シカゴ駐在所の報告資料は全て受け取ったわ。よくやったわね。ちょうどいいところに来たわね。驚かせてしまったかしら。私たちの関係ならミス・ウェアハウザーのように驚きはしないと思ったけど。あなたが来るとシャロンから報告を受けていなかったのね。緊張しなくても大丈夫よ。彼女を口止めしたのは私だわ。すでにミス・ウェアハウザーとは話した。とても順調だと言えるわ。彼女はひどく驚いていた。真っ青な顔色で、まるでストレス反応を起こして仲間に慰めを求める野良猫のようだったわ。私に何をしてほしいのですか？優秀なテイマーになること。真摯に深い信頼を築けるよう親切な手を彼らに差し伸べ、苦痛に満ちた心を癒し、疑問に答え、正しい道に導いてあげなさい。もちろん最も重要なのは、彼らが完全に私たちの言いなりになり、人類の平和事業に力を尽くしてくれるようにすること。わかりました。彼らはまだ契約書にサインしていないわ。今回の編入は私たちにとってとても重要よ。現在に関わるだけでなく、未来にも影響する。理解してくれるかしら？ああ、そうだ。ミス・ウェアハウザーとは呼ばないようにね。彼女はこの呼び名を嫌ってたわ。承知しました。5と3分の2のシルバーリキュール、20滴のガマオイル、ウカヤリさんの純金のクズ。だったらら、あと燃焼中の酸性塩を入れると、サザビー特製の素晴らしい変身ポーションが完成するわ。あら？あららら？なんということでしょう。ボールの縁の液体がピンク色になっているわ。あ、この鉄のボールが反応を起こしてしまったのね。なんてこと。このポーションは何の効用があるのかしら。るつぼを持ってきていたらよかったわ。ここ使える容器が少なすぎですわ。間に合わないわ。もうそろそろお食事の時間。早くどうするか決めないと。ミス・サザビー、晩ご飯のお時間です。待って、まだ入らないでくださいまし。
元の素材では変身ポーションがもう一本作れないわ。どうしましょう。今日逃げられなかったらこれからはもうチャンスがないかもしれないわ。ミス・サザビー、何かお困りですか？ソックスを履いていますの。宿女がおめかし中なのですから入ってこないでくださいまし。支度はもうすぐ終わりますわ。大丈夫、きっと大丈夫ですわ。外見が少し違うくらいどうってことないわ。3、2、1。申し訳ございませんが、ドアを開けさせていただきます。ミス・サザビかけ、ずっとここにあったっけ。まだ部屋にいるはずだ。にこの部屋を出てはいけません。これからの暴力行為をどうかお許しください。ポーションに不純物が入り込んだせいでこれは違法監禁ですわ。今日こそ絶対ここから出てみせます。ボディーガード、ボディーガード。敵さんの作戦を聞いてこようか。
誰？説明しようぜ。うるさいけど気持ちを打ち明けるとご協力感謝しますよ。ラッラッラッジーザワールド。おい、私は後方部隊だぞ。スタートに一説明しちゃうぜ。ライトオン。隙あらば入り込む。左上げて、右上げて。心臓の音がうるさいけど。ライトオン。隙あらば入り込む。ライトオン。おい、私は後方部隊だぞ。おめめスタートにオン。まだ踊ってないやついる？無駄な抵抗はおやめなさい。ライトオン。座りましたか？アクション。偉大なるポーション錬金術師であるサザビーを捕まえようったってそう簡単にはいきませんわ。どうしたんですか？何が起きたんです？ミスサザビー、ドレスが汚れていますよ。この部屋、嫌な匂いがしますね。あら、に戻ったのね。ポーションの効果が切れてしまったわ。アクション。ああ、いいところに来た。この部屋はゾインが必要だ。